日は TIC 東京のスペースを視察させていただきました。最前線で頑張っている皆さんの話を聞かせていただき、さまざまな刺激をいただきました。起業っていうその選択肢があるんだっていうのをその全員に教える。やっぱ知見は言語の壁を越えなきゃいけないということで、グローバルに頑張っています。スタートアップスピリッツを持って応援していただけると、非常に起業しやすくなっていくので、官民の連携によってその国が後押しをしてくだされば、これまで起こせなかったイノベーションっていうのが起こせるようになるんじゃないかなっていうのは、日本としてもスタートアップが成長できるこのエコシステム、しっかりと作っていかなければならない。これがやっぱりこの新しい時代を切り開く上で大事だということを改めて強く感じています。経済成長を考えた場合に、イノベーションの担い手であるスタートアップ企業の活躍、これは欠くことができない存在であると認識をしています。そこで今年をスタートアップ創出元年というと位置づけて、6月までにスタートアップ5カ年計画を作っていきたいと考えています。